はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回はデボ神再来ということで、今回はデボラ神を使っていくんですが、皆さんついに追加カードでこちらのカード、待ちに待った敵軍王キラゴルドが来たということで、このカードを使うことによってエベットで正面にいる攻撃力3以下のユニットを手札に戻して、さらにキラゴルドが生存している間は永遠に黄金化することができて、場に出すことができなくなるってことで、このカードがめちゃめちゃ強くて思ってた以上の火力が出たんで、かなりいいんじゃないかなと思っております。で、何が強いかというと、まず火力攻撃力5あるんで、まあ、生存したらめっちゃ強いし、 HP も5あるんでなかなか倒されないんですよね。まあ、大体4くらいだったら、まあ、やられちゃうことあるんですけど、5とかになってくると即死系とか使われない限りはそうそうやられないんで、かなり強いんじゃないかなと思っております。で、あとは今回コイン軸なんで、まあデボラで強い、まあ、ベッドゲット系を入れつつあって、今回はメダルニャンを採用することによってコインが待ち合った場合はコインを捨てて2枚ドローしていくっていうのも結構強いんじゃないかなと思っております。で、あとはまあ基本的にはもうコインゲットしまくってヘルクラッシャーとか、ゴールデンタイタスを盤面に並べて、盤面制圧していこうというデッキなんで、まあキラゴルドに関しては、まあ時間稼ぎみたいな感じになっていくんですけど、まあ、それでも全然強いですし、あとまあサマルトリアの王子を採用したのに関しては、まあ、デボラね、やっぱりレベル3になっていくと、まあ、そこまで使わないんで、まあ、ヘルクラッシャーゴールデンタイタスあたりがゼロコストになったら、サマルトリアに切り替えて、まあ、テンション上げたりとかしていければかなり強いんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう。コウコウ。そしてカードはキラースコップ、カイロスハンド、クロスカッターということで、ここはキラースコップ残していきましょう。さあ、そして来たカードはキラゴルドと悪魔の壺666フリーメイソンということで、まあ、低コストカードが結構多いでありがたいんじゃないでしょうか。さあ、俺のターンだな。さあ、ベホイミスライム、まずは魔法の聖水でデボラを使ってエンドを守ると。私の宝石を盗んだらただじゃ置かないわよ。ツンデレなんだから。さあ、ここでまずはとっておきのお宝だい。さあ、ここで来たのは強欲なミミックってことで、まあ結構これもありがたいね。まあこれに関しては、まあ、1回コイン、まあ、ベホイビスライムとか次のターンとか使うとして、でその次のターンコインが1枚ある状態で使うことによってレジェンドカードを持ってくることができるんですが、さあミミック2枚目、これぞギンフラって感じね。さあ、ここでマーレスゴーラ悪くないね。まあとりあえずでホイミとか出してコイン確実に持っていきましょうか。で、次のターン、ミミック使うことによって、コインで攻撃力が4になるんで、そこでミミックがレジェンドを持ってきてくれと。さあ、冒険者さんでまずはカードを引いていく。伝説の勇者シェーヌなんで結構めんどくさいと思うんだけど、まあ、ただね、なんかナーフされたよね、確か。伝説の勇者ってなんだっけ、なんだっけ、あれなんだっけ、なんかナーフされたよね、何か忘れちゃったんだけど、まあ、なんかナーフされたんで、まあ、ニードルラッシュ、ニードルラッシュ、まあ消えたんで、まあ、そこそこ戦えるんじゃないかなと。さあ、ここでまずはミミックを出すことによってコインを2枚使うことによってテンション上げつつ、さらに、あれだね、攻撃力が4になるんで、それによって次のターンもしやられちゃったとしても、まあレジェンドカードを持ってきてくれると。さあ、ここで攻撃4になって、一旦ここは除去に回りましょうか。まあ一応フェイス行ってもよかったんだけど、まあ回復多分いっぱいあると思うし、まあこっちもこっちでね、あんまりダメージ受けちゃうと怖いんで、まあここは一旦確実に倒していくと。まあこっちもこっちで後半になったら強い系のタイプなんで、まあここは一旦長期戦にしておきましょうと。さあ、ここで割れてダーマ神殿ですが、転職はしないと。転職しないのか。転職で転職、うわー、それはきついけど。おっと、あ、そっか、冒険者いないんだ。まあ、ただここで当たってもこちらもレジェンド引いていく。ムードはいらないね。ムードはめちゃんこにいらない。そして盗む。まあ、ここはキラースコップで一旦コイン持ってきたいところですが、持ってこれない。まあミミックかな。ミミック出してコイン持ってきて、できればキラースコップでコインもう一枚持ってきて4にしたかったんだけど、まあそれは叶わぬ夢と。さあ、ここでただ攻撃しちゃうと、せっかくエマあるんで、まあ次のターンエマ使って、MP を回復するっていう流れが一番最高なんですが、セティア私だけで助けられるかな。終わった。絶対に助ける。どうもこんにちは。助けるんですね。はい、助けるらしいです。とりあえずめちゃめちゃ棒読みからのここで魔王討伐。ライディー。さあ、ここでキラースコップがやられていく。しかしながら、ただ今コインがねあんまりいいのないんで、キラゴルド使うのもあんまりなんでちょっと微妙なんですが、さあメダルニャン、まあここはエマ、まあそうだね、エマ使います。お手合わせよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここでまさ1点ダメージ、そしてからの MP を回復しつつ、さらに薬草をゲットだぜ。マデサゴーラは黄金兵、マデサゴーラか。
創世の女神への挑戦者である。全然覚えてないけどね、うん、創世者とか言ってるけどね、めちゃめちゃ僕有名人ですアピールしてるけど、正直ドラクエ10でこの子を会うことは全然覚えてない。とかこれで最後です。さあ急所付きでやられていく。これはめんどくさいな。彼は天ぷら、まあこれは多分あれかな、セティアでミミック捉えちゃうかな。そうだね。さあここでヤーでまた用読みをしていくからの3点ダメージで倒されていく。でしかもレジェンドカードを持ってくることができない癒しのハード。いやー、まあ、そっか、転職しなかったあれか、そもそも回復しないと相手が長期戦の敵なんで、そこ考えると踏まえると、まあ、使わない方選択したと。さあここで大王イカ、大王グソクムシですが、一旦キラーゴールドで返しましょうか。これだったらね、正直さっきのターン返してもよかったんだけど、本当だったらマデサゴーラとかワンパンされない予定だったんで、そこでなんとかセティア倒そうかなって思ってたんだけど、まあしょうがないんでここは返しましたと。そして黄金兵を出すことによって、1コースで仁王立ち強いね。いやキラーゴールドね、正直使ってみたら思ったより強かった。さミラクルソード、しかし何の問題もない。だからね、結構ねキラーゴールド楽しいけど、アモスか、私の前はアモス。あ、アモスかかってきなさい。さあここでかかってきなさい。ここアモスをねキラゴルド使いたい、一番最高だったんだけど、まあしょうがない。即死系はないけど、サマルトリアの王子、あー悪くないね。そして鈴木だらけです。さあ、お、熱い、これは熱い。盗む特有の強い動き、とどめだ。さあここで急所好きでアーマスを倒していく。で、あ、サマルトリアでテンション上げて武器にすることによって MP を回復していくと。で残りコストはまあ大王以下出す感じになるのかな。さあここでまずは6点ダメージを与えていく。いいね、強い強い。さあここでさらに大王以下を出すことによって、コインを2枚ゲットできるようになると。まあそこまでいけば正直サマルトリアに変えちゃっても、まあおそらくヘルクラッシュあたりも、まあ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 、もう2コス3コスくらい前になってると思うんで、まあ問題ないんじゃないかなと。であとメダルニャンもいるんで、まあコインは無駄にならないと。さあここで私僧侶歴戦の僧侶で回復していくからの残り5コスト、まあまだ相手伝説のメダル王者、うん、なんとも言えな。何が目的でそんなの集めてるんですか。さあここでまずはレベルが5になっていく。まあただあと6体出さなきゃいけないんで、相手はそこまで簡単にはできないと思うんだけど、まあセティア持ってるんでそこが嫌だけど、まあ、キラゴルドは生存しているんで、まあ、あとちょっとキラゴルドさえ生存できたらそこそこいい感じにはいけると思うんですが、さあヘルきた、これは熱いからの、ここでまずは僕に構わず行ってくれ。そしてここで、おっ、これは熱いね。待って、ここでまず大王イカがコインゲット。で心眼一戦で僧侶倒す。で残りコストでメダルニャン出して、まあ、コイン捨ててカードを引くと。いいね。さヘルクラッシャーもゼロコスになっていく。でメダルニャンで、いや待って、これ強すぎんか。さあ、おっと、さらにメダルニャン、これは熱い。これで攻撃すれば MP 回復するんで、メダルにはもう一回使えると。ここでヘルクラッシャーがゴールデンタイタスが来てくれたらマジで勝ち確なんですけど、さあこれで頑張ります。さあここで薬草も捨てることができるんですが、来たけど、これゴールデンタイタス出すべきヘルクラッシャーがあるんですよね。これはやばすぎだろ。何これ、もう勝ったじゃん。逆にこっから負けたらもうクソゲーよ、逆にライバルズ逆にこっから負けたらライバルズ相当なクソゲーになってしまいますが、さあセレーニャー、まあまあまあまだ大丈夫。何、キラゴルド、あなたを倒します。そうだった、キラゴルドとのあれがあるのか、ボイス。まあ確かにセニカだか、あ、セニカじゃないわ、なんだっけ、あの、マーニャじゃない、なんだっけ、神の妹だから。 OK、 対戦ありがとうございました。戦いたくないよね。デボラ軸の神も全然戦える。